はい、ではフリースピリッツの一押しの商品を紹介してもらいたいと思います。はい、お願いします。お願いします。こちらなんですけど、イルブセットのコインケースになります。はい、こちらはイタリアの職人さんが一つ一つ手で製作をされておりまして、縫製が全くないので糸のほつれの心配がございません。開けてみます。あ、ほんまに縫い目がないですね。小銭が出てきますね。で、ここから選んでお支払いをして、戻すときはもう片手で揺らして小銭を入れます。この閉まる音も私好きなんですよ。この、あ、気持ちいい、気持ちいいんですよね。こんな感じではい。めっちゃ丸くて可愛いですね。そうなんですよね。あのポケットからこうさっと取り出した時に、なんかこう可愛らしい。なんか縫い目ない割に結構しっかりしてますよね。そうですね、縫い割りっていうか。そうですね、あの木型に、革を貼り付けてこう20日間ぐらい、で形を作るみたいです。はい、なるほど。結構カッチリカッチリしてますね。意外となんか、はい、そうなんですよ。プニプニしてそう見た目の。そうなんですよね。全然 こっちの方が硬いです。こっちの方が全然硬くて、あ、この辺、そうですね、この辺がめちゃ硬い。はい、色もすごい鮮やかでいいですよね。可愛いですね。うん、色いっぱいあるんですか、これ。色いっぱいありますね。20色ぐらい。やばい。入ってくるお色が1個ずつなので、欲しい色があったらもう、あ、ぜひ早めに、もうその場で行くぐらいの。そうですね。はい、なんか個人的に、はい、このコインケースのここ見てほしいみたいな、押したいっていうところあります？押したいところはやっぱりコインケースとしての機能性はすごい高いと思います。こう出して、普通だったらなんかこうなんていうんですかね、つまみ上げる、小銭をつまみ上げると思うんですけど、これは小銭から出てきてくれるんで、小銭から出てきてくれるんでもう自分は支払って、あとはさよならって感じで帰っていただく感じなんで、もうこれを最初にコインケース手にしてしまったら、次のコインケース探すの難しいと思います。ガサガサ探さなくていいのがめちゃ、そうですね、いいですね。うん、形もしっかりされてるので、ずっと使っていけるかなっていうふうに思いますね。あとはこういう箱に入っているので、あのプレゼントにもすごい適してます。あー、なるほど、はい、確かにこれからの季節、あのクリスマスや近づいてきましたし、はい、そうなんですよ。こういう色鮮やかなものもあるので、クリスマスのプレゼントにも向いてると思いますね。なんかカップルでお揃いとかもいけそうですね。あ、そうですね、色がいろいろあるから。そうですね、お揃いにもおすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます。